でも当たるんですね。何が言いたいかというと、無理なんですよ、普通に。なんか多少復帰のタイミングをずらすとか、まあ、できるんですけど、その程度では、この持続が無理なんですよ。まあ多分マリオとか、そういうキャラとかが復帰してきた時多いね、クッパね。復帰してきた時とかにやっぱ当たっちゃうんですよ。まあ、こういう主に重量級の崖使わには弱いんですけど、弱い、良かったんですけど、まあいいか、ちょっと、せっかくなんか、お渡り向きに同じキャラ来てくれたから見せるけど。いいで何すんねん。行くよ。ほら。見た？もうどうしようもないのよ、これ。崖使われの2フレームにこの下強が当たっちゃうんですよ。まあ、今ちょっと上がっちゃったんですけど。ヒップドロップとかいいから。ここ行ったね。シュッ。あ、ミスった。ちょっとね、許して、オンラインだからちょっとね、タイミングがずれてるだけで、普段はちょっとできるんですよ。許してください。オッケー。うまい。まあ、無理なのね。危ね。入ってくれた。いや、後ろもいける。無理やん。ね、これって別にクッパ側がタイミングをちょっとずらすとかじゃ無理な話で、なんかパルテラ側が、の尺度で決まるじゃん、これって。今、俺がミスったから当たってないだけで、クッパ側はどうしようもないわけよ、これ。あ、楽しい、これ。いいで。で、まあ、これが、なんかまあ、今、クッパだから当たってるように見えるんだけど、これがめちゃくちゃいろんなキャラ当たるんですよ、実は。マリオとか、ジョーカーとかも当たるし、アルセンのジョーカーとかも当たるし、すごいいろんなキャラ当たっちゃうの、オリマーとかね。で、これが一つ崖が強い理由。あ？飛びすぎだろ。まあ、待て。お前、パルテラに自分から崖を背負うだと。さよなら。ほらね。こういうことよ、こういうこと。当たっちゃうんですよ。持続が無限にあるから。普通のウルフの横強とかは結構、賭けじゃないですか。なんだけど、この下強は持続があまりにも長すぎるせいで、まあまあ、ほぼ当たるの。オンラインでこれだけ当たるってことは、オフでどれだけ当たるのか、まあ、だいたい察しがつくと思うんですけど、で、持続が長いくせに、全体フレームが短いんですよ。で、まあその、全体フレームが短いのが何が強いかっていうと、例えばまあ、さっきの試合でもさ、下今日何回か振ってたけど、崖掴まれてたシーン、まあ、ちょいちょいあったじゃないですか。やべえ、つって。で、崖掴まれちゃいました。で、例えば、フォックスの下スマッシュとかも結構崖掴まれに当ててるシーン、まあ、ちょいちょい見ると思うんですけど、あれとかって、例えば、じゃあかけます。相手の2フレになって、はぁって打った、外しちゃったってなった時に、フォックスの下スマッシュとかは、その他上がられちゃう。崖上がられちゃうどころか、なんなら崖離し攻撃で反撃されることもしばしばあるぐらいで、まあ、結構賭けなんですよ。ウルフの下スマッシュとかも、なんか2フレームに当たんなかった時とかに、ジャンプ上がりとかを通されがちなんだけど、この技は全体フレームが短すぎて、仮にこの技が当たんなかったとしても、そのまま崖狩りに継続できるんですよね。ゼニガメとかリザードも当たると思い、当たりますね、多分。まあ、ルキナは当たんないね、こいつ。崖、スーパー優秀マンだから、こいつ当たんないと思うけど。ほら、見た今。こういうこと。下強を置いて、下強を見たから相手が崖を上がってきたら技があるんだよ。もしこれがフォックスの下スマッシュとかだったら、フォックスの下スマッシュの全体の量が長いから、外しちゃった時に相手に崖を上がられちゃうんですよ。なんだけど、この下強は、下強振りました。あ、やべ、下強振られたっつって攻撃上がりとかその場上がりをしても、
この下強の全体フレームが短すぎるせいで、次の技が通されてしまう。あ、下強打ったからその場借りしようって言ったら、その場借り掴まれてるなんてこともしばしばあるんですよね。強すぎて。いで何しやがる。すっ、2回も同じ手を食らうと思うな。これやばいの、本当にこれがやばい、もうやばい、本当にやばい。もうなんか終わり、このゲームを終わらせに来てる技を。なんかまあ、空前とかももちろんめちゃくちゃ強いし、本当にやばいんですけど、この下強、そう、今コメントであったんだけど、対処法ありますかっていうコメントがあるんだけど、ないの、対処法が。ゼロ。無理だもんだって。こんな持続の技、さっきのクッパだってさ、俺がミスったから崖上がれてる時があったけど、こんな持続の技をちょいちょい置かれてたら、それ上がれないわけよ。で、パルテナは崖がやばい。圧倒的に。全キャラで結構トップクラスに崖上がりが超強い。いいで。すいません。いいで。ずるいんだよ、それ。いいで。これに関、この下強に関してはね、本当になんか言うことがない、強すぎて。ほら見た、今下強振ったのを見てから相手が回避上がりを選択したにもかかわらず、いや借りますけどみたいな感じでパルテラ側が後ろ側が後ろ側に、ん、後ろ投げが間に合ったんですよ。ひどかったでしょ今の。まあ、結構みんな言ってるじゃないですか、なんかパルテラアップデートで弱くなってないみたいに。実際弱くはなってるんですよ、ぶっちゃけ。なんかみんな言いたいだけなんですよ。弱くなってないって。言いたいだけだからみんな言ってるけど、弱くはなってるんですよ。弱くなってる上で、なんでここまでぶっちゃけ、やばいかっていうと、もうこの崖が強すぎる。ことに、まあ俺は結構重点を置いてるというか、まあ崖は終わってんなってことで、思うところっすね、僕が。ネスの、PK サンダーもちろん当たりますね、これ。まあ、お、奇跡。いいで。なんだ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 。なんだお前は。シュッ。ラッキー。反射を兼ねた。カウンター。いいで。まあちょっとね、マジでしょ、オンライン、あ、ごめん。なし、見てからね、晴れる範囲が狭まってるんで、まあ、成功率はしわしわですけど。あと、このゲームね、前の、配信でも解説したと思うんですけど、崖つかまりの2フレームに技を当てられたとき、このゲームにジャンプが回復しないんですよ。二段ジャンプを使って、崖使われの2フレームに技を当てられた時に、ジャンプが回復しないんですよ、このゲームって。だから例えば、50% とかでこの下強を当てられちゃったとしても、2フレームに当てられてるから、二段ジャンプはもちろん回復しないんですよ。残念ながらね。だから、全然中パーセント、まだ撃墜されないみたいなパーセントで仮に崖を掴もうとしたとしても、ほら今、ジャンプがない。2フレームで技を当てられてからジャンプがないんですよ。このネスさん。残念ながら。ジャンプはありません。帰ってこれるわけがない。